どうもお疲れ様です。さあ皆さん、体験公開にたくさんのご応募ありがとうございました。ありがとうございました。さて、冠冠式まであと1ヶ月を切りました。あれ先輩、今日なんかテンション高いっすね。え、わかる？わかっちゃう？この前の合コンで知り合ったこと、今日デートなんだよ。お前今日サビ打ちとペンキ塗りだったよな。頑張ってこいよ。え、先輩いつの間に。俺その合コン誘ってもらったんすよ。ごめん、待った。あ、アザラシちゃん、今来たとこ。イルカさん、さっき気づいたんだけど、私体験公開応募するの忘れてた。え、本当に？護衛艦に乗れないとか間違える。大丈夫、10月の5日から14日まではフリートウィークって言って、特に10月5日と6日の土日は横浜と横須賀でイベントをして冠冠式を盛り上げるんだよ。え、本当？何があるの？タピオカ早飲み競争とか？タピオカ早飲み競争はないけど、こんなにたくさんイベントがあるんだよ。今日は時間がないから、この中からいくつか紹介するね。まずはこれ、開示といえばカレーだろ。1個目の CM で聞いたやつ、ウケる。横浜の海を見ながら食べる開示カレーは格別だよ。超食べる。あとカンコレとのコラボもあるよ。アザラシちゃん知ってる？うん、知ってる。映画かなりやり込んでるかな。コラボイベントは遊園地、大手百貨店、アイススケートにサーカス、牛丼コンビニ全部巡回済み。ついに自衛隊冠冠式とのコラボとは唐突けて感無量であります。詳しいんだね。これは横須賀だけでやってるよ。いいかも。あと横須賀はこれ、自衛隊のゆるキャラ大集合ね。関越行進とか総選挙もやるんだ。自衛隊には各地方にキャラクターがいるから、結構見事あると思うよ。自衛隊のゆるキャラってことはイルカさんも出るの？残念ながらエントリーに遅れちゃってね。そうなんだ、ウケる。横浜ではどんなイベントがあるの？横浜では大桟橋で出雲を公開するから、実際に艦艇に乗れるんだよ。はぁ、私出雲超乗ってみたい。でしょ？それと見て、ステージイベントも充実してるんだ。豪華。あ、ミニピーだ。お、よく知ってるね。最近人気なんだよ。なんて言ったって海幕町一押しのイベントだからね。海事の舞台がどういうことをやってるのか、すごくわかりやすく展示されてるんだ。あー、なんか体験公開行けないけど、フリマフリートウィークには行こう。うんうん、俺よかったら案内するよ。あ、これ大事なことなんだけど、横浜横須賀両方行くと記念品もらえるんだ。一緒に両方行こうよ。何がもらえるんだろう。あ、でも彼氏と行くからいい。え、彼氏いるの？いるよ、ほら。ペンギン。じゃ、イルカさん、アザマル水さん。